グエン・フートはベトナムの政治家。ベトナム戦争中は南部解放闘争を指導。統一後国家主席代行、国会議長を歴任。コーチシナのフランス語教育を受けた弁護士であり、彼はまたフランス社会党の一員であり、ベトナム独立闘争の参加者であった。彼は1949年にインドシナ共産党に入党したが、 党員であることは秘密にしていた。1950年から1952年まで、抑留。彼は1954年のジュネーブ協定を支持したが、これは、コディン・ディエム大統領の南ベトナム政府により、拒絶された。1954年8月、彼は、平和及びジュネーブ協定用語委員会を創設した。委員会は、同年11月、 南ベトナム政府により壊滅、禁止され、グエン・フートと他の委員は、警察の襲撃の後、投獄された。その後、1961年に脱獄するまで、フーイエンショート違法はにおいて軟禁された。レズ・アンド・ドート、第一初期の指示の下、ボーチ・コント・フィン・タン・ファトを、責任者として、1961年に、グエン・フートの救出作戦が行われた。2回失敗し、 三回目に成功した。1962年2から3月、南ベトナム解放民族戦線の第1回大会が開催され、グエンフートは解放戦線中央委員会幹部会議長に選出された。1965年、彼は反帝国主義演説を行い、後に小冊子として英訳出版された。これは簡単に演説と題し、彼の肩書きは、 戦線創設5周年、南ベトナム解放民族、戦線諮問評議会幹部会議長とされた。1969年、彼は南ベトナム共和国臨時革命政府顧問、評議会議長に就任し、1976年に南ベトナムが北ベトナムに編入されるまで、この地位に止まった。1976年7月の統一ベトナム国会において彼は、 国家副主席の一人に選出され、さらに1980年3月30日のトンドゥックタン国家主席の死去に伴い、翌31日に主席代行に就任した。しかし1980年12月の憲法改正によって国家主席職は廃止されることとなり、1981年7月4日にチュオンチンが国家評議会議長に就任。 グエン・フートは国会議長に転任し、1987年まで務めた。1981年から1992年、国家評議会副議長を兼務。1990年11月に来日し、秋人天皇の即位の礼に参列。その後、脳出血のため入院し、1996年12月24日夜にホチミン市内の病院で死去した。 同年12月30日、国葬が執り行われた国際礼人平和賞を受賞。ありがとうございます。